今回はですね、アフリカエチオピアにやってきました。アディスアベバの今ボレー国際空港なんですけども、今歩き出して、空港はここだけ見るとまあ派手にも見えますけど、中は普通です。いやー、それにしてもモロッコ以来の8ヶ月ぶりのアフリカなんですけど、もう早速ね、ゴミ箱がどこにあるかわからないっていう、ないんですよね、なんかね、ゴミ捨てようと思って、で聞いても英語が通じないっていう現地の人。いやー、またアウェー感ですね。どうなることやら。一応1日今日滞在するんで、今からホテルに向かってます。まだ朝5時半ぐらいかな、いや6時ぐらいかな、もうちょっと一休憩したんで、結構もう今後ろが今空港なんですけど、もう明るいな、結構早い。じゃあホテル向かって歩いてみたいと思います。この辺空港からすぐですね、700メートルぐらいです。結構あの空港にタクシー客引きあるんですけど、まあ結構ボル車もいるみたいなので、ちょこちょこあんまり今回タクシーは乗らないで、ミニバスっていうのをなるべく利用してみようと思います。あとはモノレールとか乗れれば乗ってみたいと思います。うわ、もうなんか早くも面白いな、このアウェー感は。しかしこう歩いててもタクシーがプップって鳴らして、乗らないかって言ってきますね。結構あの現地の方、あのモロッコでいうジェラバみたいなやつを身にまとってますね。あんまり人にはカメラ向けませんけども、結構なんか巻いてますね。女性はスカーフみたいなの巻いてたりしますね。とりあえず今その辺がもうホテルなんですけど、ほら今プーってまた一回ホテルにチェックインして、ちょっと荷物を置いて休んで、ちょっと今日一日どうするか考えたいと思ってるんですよね。で早速なんか匂いが独特っていうか、牛舎みたいな匂いするな。いやーすごい、もう車が走るだけで砂ぼこりがすごい舞ってきますね。砂が思いっきり。あ、黄色タクシーだ。黄色タクシーは空港みたいですね。で青と白のやつが街中のによくいるタクシーらしいです。うわーすごいな、なんかゴミ散乱してますわ、この辺。空港からもすぐなんですけど、ここは何なんだろうな、空き地ですかね、ただの。ほらこんな、ちょっと汚いな。すごいですね、早速なんか垣間見えますけど、あの辺はもうお店がなんとなくやってるっぽいですね。なんか座って食べてんのかな、朝ごはんでも。あれがホテルです、ボーレスカイゲートホテル。それではチェックインしに行きたいと思います。いやーなんかすげー新鮮、変な感じ。早いですね、みんな朝が。6時ですよ、まだ。あそこはレストランかな、わかんないですね。はい、チェックインできました。あ、普通にいいホテルだわ。もうベッドも大きいし寝ないですけどね。で今日僕はちょっとトランスファーでちょっと滞在するだけなんで、宿泊はしないんですよね。夜には経っちゃうので、なのでまあベッドは使わないです、寝ないので。でかなり南京虫がひどいらしいので、エチオピアは。なので布系はちょっとかなり僕気をつけるようにしてます、しようかなと思ってます。ベッドも座らないし、もう布系はもう全部ちょっと避けて、もうバッグもね今ここに置いてるし。ので部屋はすごくいいな。ただこれもうベッドとか椅子使っちゃうと、やられそう。
南京虫ひどいらしいですからね、本当に後にずっと残る、何ヶ月も治らないっていう。こっちはバスルームですね。まあそうだな、今日は使わないかな。一応綺麗ですけどね。うん、ここはアディスアベバで泊まるんだったら全然綺麗な方だと思いますけど、もったいないですけどね、滞在って言っても荷物置くぐらいなんで。広いしね、それそこそこ。一応、Wi-Fi 今試したら使いました。アディスアベバは Wi-Fi 広いっていう噂なんですけども、まあ、空港も使えたし、このホテルの Wi-Fi も普通に使えるレベルですね。ちょっとな、座りたいけど、あんまり座りたくないな。で、こっから、まだ6時半ぐらいかな、今。ちょっと計画を練って、今日の一日のプランを考えたいと思います。で、ここはですね、一応、まあ、トランスファーで、航空券の料金に全部、今、朝食食べに行くんですけど、朝食とランチとディナーまで含まれているそうです。これはありがたいですね。まあどっちにしろ街で食べようと思ってたんですけど、まあついてる分にはありがたいです。こっちが見えますね。朝食じゃあ食べに行こうかな。南京虫さえいなければ横になって寝転びたいけどな。クローゼットもあるし、いいですね。冷蔵庫、デスクあって、テレビもちゃんとついてるし。いいホテルだと思います。はい、適当に撮ってきました。こんな感じ、なんか面白いですね。見たことないの。この辺は、まあ、ドーナツとか、これはちょっとわかんないけど。もうね、結構おかずもたくさんあって、面白いです。あと、紅茶かな、これ。でね、怖がってたあの椅子がね、もうこれしょうがないですね。布なんですけど、バッグ置いちゃってるし、座っちゃってるし、もう食われるの覚悟で座っちゃいました。一日今日あるので多分逃げられないですね。まあ、眺めはめちゃくちゃいいです、ここ。じゃあいただきます。あそこがちなみに空港ですね。今食べてきました。今ベランダに出てるんですけど、はあ、まあ普通に食べれるぐらいの感じ。そんなに美味しいわけじゃないですけど、種類もそんなないし、まあ無料でついてるぐらいなんで文句は言えない感じですけどね。結構もうすごい活気ですね。あれがなんか多分後で行こうと思ってる山なんだよな。あの上まで行くのか。で、結構近代的なビルが多いような気がする。ここさっき歩いてた空き地みたいなとこですね。で、空港があそこでずっと歩いてきました。全然歩けるんですけど、で、夜またここのホテルから空港に向かうんですけど、その時は送迎バスがついてるみたいです。このホテルの前から出てくれるみたいですね。でも全然歩けますけどね。こっちがずっと太陽の下のとこに山があそこありますね。こっちはこの辺はもう全部住宅街って感じですね。見た感じテニスやってる。こういうとこも歩いてみたいですけどね。まあでも今から街にちょっと向かいますんで、どういう感じなんでしょうね。まあ昼ぐらいになったら市場とかもちょっと行ってみようかなと思ってるんですけどね。ちょっと楽しみにしてみたいと思います。で、なんと、まあ、モノレールも走ってるっていうことなんで、まあ、どっかのタイミングでちょっと乗ってみたいと思います。ホテルの食堂こんな感じでした。じゃあ出発したいと思います。